『新平家物語第』第671回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。 めいめいリリ義経や静かやまたそのほか孤高の老頭たちはどうしたろうかそれを知るにはもう一度夜明けて間もない朝の頃に戻ってあの風浪命名の海にぐるぐるもてあそばれていた十数層の破船の行方を探さねばなるまい。 いや桃たる狂乱の沖にどれも傾いた船維の点々がかすかにでも見えていた自分はまだよかったのだ。あれから間もなく全ての船維は荒海のどこかへ飲まれ去っていた。全部が全部砕け散ったか復没したかであった。止まれ一層も見えなかった。 例外としてわずか12層がイカダのような変わり果てた船体となって遠い奇襲沖の方へ流されていったのを見たという漁夫もあるがそれとて人がそれに残っていたかどうかまたその行方とておぼつかないものであった。なお他にも、 船の沈む直前小舟へ飛び移って漂い漂い分かれた幾層かがあったのは事実だがそれらの小舟やまた我から身を洗う身と浮気に任せて泳ごうとした人々なども果たして幾人が万死に一生を得たろうかその果てその運命はただ神のみが知るというほかはない。ここに 泉州住吉の浜の住吉神社の宮司に津の神の国平という者が言いた。6日のその朝、彼はいつもの礼をたがえず、創業に住吉師書のそれぞれの宮城をめぐって拝殿の勧めを終え、そして連れている神官や関東練りを帰り見て、 いやえらい風であったのを、まつら根こそぎ吹き倒されているのが多い。おそらく玉垣や楼門などの破損もあることじゃろう。一応見回っておくようにと言いつけた。それから間もない後だった。若いカントネリの四五人が低く飛んだ白鷺のように裏の波打ち際から境内の北隅にある鮭の方へ走って行き、そこで大声を上げていた。 とすぐ何事か慌ただしげに国平や子息の魚丸までが白鳥の者と一緒に浜辺へさして駆け出していった。おおこれは国平も魚丸も辺りを見て立ちすくんだ。一艘の小舟が打ち上げられていた。 船に人はなくそこを離れた数歩の砂の上に5人の女房たちばかりが牛び浸しとなったまま死人のように倒れている。やれあわれ。国平は隣ネたちをせきたて解放させすぐ鮭の方へ運ばせた。そして何をもったか船は波間へ突き出してわざと沖へ流してしまった。 彼は何わの古い土豪であり感触名も持ちその鮭は館と言えるほど大きかった。救われてきた女房たちは我に帰ると「ここは?」と辺りの壁しろや日よけを見回しながらも恐ろしい海の怯えからなお容易には冷めもしない様子であった。 もう案じぬがよいここは住吉の裏わしは宮司の国平そしてあなた方のお身の上もうかがわずとも分かっておる嘘ではないここ二日ほどの淀やにわの騒ぎは国平も当然耳にしていたところだったで彼女たちの砂浜の姿はそれを見た途端にさては と彼をして義経忠征の遭難をすぐ思い当たらせていたのである。そしてまた必ず雪原寺がこの付近へ戦技に来るであろうことも想像された。小舟を沖へ突き流したのも国平の後の用人であったのだ。それにしても女性ばかりであの小舟が操れるわけはない。ろう取っていた男たちはどうしたのか 国平がそのことを尋ねても彼女たちからは何の答えも出なかったすでに自分たちが親舟から小舟へ移された時に半ば意識も失っていたからであるただようやく人心地に立ち返ると「北の方はどう遊ばしたやら静か様は」とそればかりを思い出してさめざめと泣き出した予期していたことだった6日の夜である 馬の稲泣きが聞こえ、楼門の明けが松明のいぶりにゆらと浮いた。と思う間に、どやドヤと、一小体の少子が国平の館を叩き起こし、何事かいかめしい押し問答を交わした上手分けして境内秘書の拝殿から鮭の隅々まで矢探ししたあげく。はて、漁師の言では、確かにこの浜近くで漂う小舟を見たというのだが、と、いまいましげなつぶやきを吐き捨てて、やがてしぶしぶ立ち去った。 それかか。ら幾時経ったろうかもうどこの胸も寝静まったころ、再び鮭の柿の戸をほとほと叩く者があった。お近く住む、渡辺党の渡辺津賀殿と申す者で、と、その男は忍びやかに名乗り、国平殿にそっとお顔を貸して賜りたいと頼んでいた。渡辺党の者と聞いて、魚丸が父に代わって彼に会った。津賀殿は言う。 自分は兄のむつるやその他の者と小舟小舟に乗り分かれて義経の船が沈む間際に武者や小女房を助け乗せ必死に岸へ漕いでいたが小舟も危うくなり武者は皆素裸になって海中へ飛び入った女房たちにはそれもできないただ風浪に任せているうちに住吉の裏へ打ち上げられた しかし騎士には別の恐れが待っている。野来の敵が裏伝いに捜査の目を光らしてくることは必要だ。で女房たちを海辺に打ち捨て知人の船持ちへ遠ざの隠れ家を借りるために走っていった。 実はその間にお救いの手を賜って女房たち皆温かなおかくまいに会うた次第でござりました。つい先刻もここへ来た先維の者へ実をお知らせなきのみか追っ返されたご様子を見やれありがたし我らをおかばいくださるお心よと各はお礼を申し上げに名乗り出たわけにござりまする。 魚丸は一度父の心情へ下がっていったが、やがてまた彼の前に姿を見せて何かといたわり励ました上こう告げた。女房たちの身は戦技のほとぼりも冷めた頃、当家の手にてそれぞれの都の身寄りへひそかに送り届けて使わしましょう。それが一番良い策と父も申しまする。底本には底本の身一つを出へなどお隠しなさい。 しけない行為、大勢にて安堵いたしました。では、人目にかからぬうちに、これからどちらへおいでですか兄のむするとも会場ではぐれ、また何よりは心がかりな君のお行方をも、玄方眼殿のお察しのとおりでござる。では、方眼殿はまだどこかに、されば、小舟の一つに飛び移って、辛くも溺るる難は逃れたもうたりと見えましたものの、 ならば必ず生きておわそう。父の国平がひそかなご同情を寄せておるも、実はご利教の日の限定上のなされ方、あのゆかしさ、きれいさ、それが心にあったからです。神かけて私も宝眼泥のおつつがなきを長旗祈っておりまする。津がは励まされて外へ出た。 そして深夜の道をああててもなく歩き出したてはないが注意深く避けるものは方々にあった入り江の橋際だの街道の辻などにたむろしている首狩人たちの火であった冬田のあぜ裏道やぶ道彼にとっては何のけじめもつけてはいられないただ人人の気を恐れる獣のようにさまよった と、そこはどのあたりか、とにかく真っ暗な丘沿いの藪影だった。ふと先を見ると、自分と同じような世を忍ぶらしい人影がひたひたと歩いてゆく。さらに足音を忍ばせて近づいてみると、一人かと思いのほか、その男はもう一名のなよなよとしたものを背に負わぬばかり肩に助けて歩いていた。おや つがうが驚いたのは男の肩へ回して助けられている手が嫁にも白いことだった次回は「虫の背の本肩」です。よろしければ いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。